数学者、天文学者であり、造船工学の先駆者である。父親のジャンブユゲも当時の有力な水路学者であった。1713年に、父親の後を継いで、水路学の教授に任じられた。工学の分野で、光量測定の実験を行い、1729年に、SID、オプティック、シュールラグラデーションデラルミエールを表し、この中で、大気中を通過する。 光の量の吸収を論じ、いわゆるランベルトベールの法則の最初の発見者となった。ヘリオメーターの発明者でもある。1735年、地球の形状を調査するために、高緯度のラップランドと、赤道付近のペルーの四五千個超測量を、科学アカデミーが実施した時、ブーゲは、シャルルマリード・ラ・コンダミー村と、ペルー測量隊に加わった。 その成果は1749年に、ラフィギュア・デラ・テール、ディターミニ・パール・レ・オブザベーションズ・デメッシュとして発表された。ペルーでの測量時に、山脈の質量の重力に及ぼす影響が計算より小さいことを見出した。この現象は、ブーゲー以上と呼ばれる。1746年に、最初の造船工学に関する著書トレート・ジュナビル。 デサコンストラクションイでセムーベマンズを表し、その中で船の安定性を決めるメタセンターについて論じた。造船工学の父とも呼ばれる。ありがとうございます。